皆さんこんにちは、アスキト投資クラブです。今日はですね、6432竹内製作所の動画解説をしたいと思います。この銘柄はですね、1月の12日木曜日ですね、場が引けた後に決算を発表しまして、決算の進捗状況がですね、良かったものですから、翌日13日金曜日にはですね、出来高を伴って大きく反発をしてきております。で、まあ、直近の高値を抜けたところはですね、一回売りに押されておりますけれども、基準線転換線をこうしっかりと超えてきてですね、まあ、雲の中にもなんとか入ってきてますのでね、流れがね、ここから変わる可能性が高いんではないかなと思われますね。で、ちょうど上髭で叩かれているところはね、まあ、直近の高値もありますし、ちょうど地高線が基準線に当たっているというのもありますからね、この辺りでも一回押されていると思いますけども、まあ、下がってくるところはですね、基本的に買い目線でいいんではないかなと思われますね。しかも25日移動平均線もしくは基準線があるところですね、そこからまあ500円近辺の間はですね、基本的に買い目線でいいんではないかなと思われます。で、まあ、最初のターゲットとしてはですね、この直近の高値、昨年の10月末に607円というのがありますので、まあ、金額的な節目のものもありましたので、600円というのが最初のターゲットになりますね。で、そこを超えてくるとですね、昨年の、ちょうど9月、8月になりますかね、8月のところで、まあ、1回こうサポートラインになっていた620円、30円ですね、この辺はね、まあ、売りがどうしても出やすくなるかと思いますけれども、まあ、抜けてくるとですね、金額的な節目700円で、あと昨年の9月の高値ですね、700円を超えたところ、あとですね、大きな流れで見ると昨年の4月の高値ですね、と1139円と昨年の11月25日の安値437円ですね、これのフィボナッチの 38.2% 戻しが705円というのがありますので、まあ、700円あたりがですね、まあ、いいところではないかなと思われます。まあ、下がってきたとしてもこう基準線とかですね、25日移動平均線がですね、まあ、しっかりとこうサポートしてくれるとね、問題ありませんけれども、まあ、430円下回ってくるとですね、特にこの大きく上げる直前のこの株価だと、昨年の11月25日のですね、437円というのがありますので、まあ、440円とかをですね、まあ、下回ってくるとですね、まあ、撤退をね、当然考える必要が出てくるかと思われますね。まあ、450円下回ってくるとまあちょっと警戒ですね、まあ、440円とかね、下回ってくるとまあ一度撤退になるかなと思います。では以上で、竹内製作所の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。